どうも、速稼塾の久保です。いつも隠居 TV ご覧いただきましてありがとうございます。今回ですね、久しぶりにね、チャンネル登録者数が増えました。ありがとうというね、動画にさせていただこうかと思っております。というのが、最近やり取りさせていただいているタカさんって方がいらっしゃるんですけども、このタカさん、まだチャンネル登録200名になってないんですよ。でもですね、1人、2人増えるたんびに感謝の動画を上げてるんですよね。そうなんですよ。小刻みに上がってる時だからこそこういうことって大切にしていかなくちゃいけないんですよね。チャンネル登録するってことは、おそらく何らかの形できっかけで動画を見て、次の動画にも期待してますよっていうことなんだと思うんですよ。で、その期待をこう裏切らないために、期待に応えるために新しい動画を作っていきますという宣言が、チャンネル登録ありがとうございますという言葉になってるのかなと思います。私は扱っているジャンルが主にはお金の問題解決なんですけども、そこから付随して、もう自分のプライベートとかね、子供のこととかね、車のこととかね、もう多岐にわたるものをあげていて、中にはね、菓子パンを食べる動画とかね、そんなのあげちゃったりとか、コウモリが飛んできたよみたいなね、一体これは何のための動画なんだろうかってものもあったりとかして、視聴者さんがね、それによって離れちゃうってこともあると思いますけども、こじつけるならですね、3年で1億3800万を稼いで、そして、どん底の麻雀店経営からこうやってフリーランス、つまりは YouTube で自由に生きる暮らしを手に入れた私が、そっからですね、家族ってものを40過ぎて手に入れて、45歳で、子供も授かったということになりましてね。そういった私のいきなりお金持ちになった私から見える景色ってものをお届けしてるというふうに見ていただければ、無理やりこじつけですけどもね、いいのかなと思います。今ね、お金持ちというふうに言いましたけども、とてもじゃないけども、数億円、数十億円を持つお金持ちではありません。でもですね、私のやってることっていうのは、ちょっとしたことでね、誰でもたどり着けるお金持ちの世界だと思うんですよ。言ってみれば小金持ちですかね。私がね、自信持っているのは、このように、誰にも雇われずに、たった一人の事業でですね、自分の家族ぐらいは十分養っていける。そして、出勤がありませんから、今私は24時間家族と共に過ごすことができる。特に今生まれて3歳になろうとしている子供とほぼ毎日一緒にいるんですよね。これはね、何者にも代え難いような貴重な時間だなと思います。人には何かを大切にしないといけないと思ってね、そこに全勢力を傾ける時期ってあると思うんですよ。今は私はその子供かなと。0歳から3歳ぐらいまで、そして4歳、5歳となると、こちらが求めても子供の方から離れていきますね。そういったことを考えるときに、二度と戻らない幼子のそういった眼差しとかぬくもりをね、こうやって感じさせていただける、その環境が手に入るのが、YouTube を中心とした情報発信業、コンテンツ提供業というものなんじゃないかなと思います。それをそして支えてくれてるのは視聴者さん、本当それに尽きるわけなんですよ。現在私は1万4000人近くですかね、1万4000人近くの視聴者さんをチャンネル登録していただいてますけども、この1万4000人にきちんと答えられてるのかなということが、毎日通信簿のように、再生数に表れてるんじゃないかなと思います。で、おかげさまでね、1日2人のペースでこうやってチャンネル登録いただいてます。相対的に10人登録して8人解除っていうペースかもしれませんけどね、その辺も、私の動画にもう期待をできなくなったんだな、そういった隠れた数字も意識しながら、これからのコンテンツ提供にね、努めていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。そして次回もお楽しみに。いってらっしゃい。